こんにちは、田舎でカフェを営む吉尾です。今週はガーデンサンルーム DIY シリーズの第5弾です。光を取り込む屋根を設置していきます。完成したら観葉植物なども飾りたいので、光を取り込み霜を防ぐ実用的な屋根を作っていきます。屋根ってこんなに空間に存在感を与えるものなんだと感心しました。カフェのおしゃれなサンルーム作り、ぜひ最後までお付き合いください。去年の暮れから進めているこのガーデンサンルーム作り、はじめは何もないところから、少しずつ進めています。床を張り終え、柱を立て、そして今週は屋根の骨組みを作っていきます。先々週屋根の角度を合わせるために非常に込み入った計算をしましたが、今週その答えが出るということになります。うまく揃ってくれると嬉しいです。屋根の骨組みに使う桁を1メーター50センチの長さで10本切り出していきます。それでは防虫防腐塗料を塗っていきます。実際に切り出した現物を使いながら、設計の確認をしていきます。とにかく全部測量して、頭の中でしっかりプランを組み立てていきます。ここがずれていると後から取り返しのつかないことになったりするので、いつも時間をかける部分です。まあそれでも間違える時よくありますけどね。まあその時はその時で対処しながら突き進みます。はい、測量も終わりましたので、翌日いよいよ組み立てです。
一通り設置が終わりました。角度はどうでしょう。かなり揃ってますね。うまくいったと思います。あの地獄のような計算を頑張った甲斐がありました。なぜそんな計算がいっぱいいるのという素朴な疑問を持った方、過去動画ぜひご覧ください。概要欄に貼っておきます。現在は何をしているかというと、2x4 の木材を横の3に使おうと思って買ってきたのですが、幅がこんなにいらないかなということで縦に2本に割いて使うことにしました。先ほどは縦のたるきを入れたので、今度は横の方向のたるきを入れていきます。一番上と真ん中と一番下で3本入れていこうと思います。若干雲行きが怪しいんですが、このあとポリカーボネート並み板というのを買ってきていまして、この上に設置していきたいのですが、天気がすごく心配です。明日から1週間雨ということだったので、今回どこまで行けるかすごい不安に思いながら、作業をしていました。この日は降らない予定だったのですが、すでに雨が降り始めました。とりあえずたるきだけつけて、晴れ間のあるチャンスがあればポリカーボネート並板つけていこうと思います。その翌日夕方少し天気が持ち直しましたので、この隙にポリカーボネート並板をつけてみようと思います。屋根材の素材はかなり迷ったんですが、価格の面などから見てもこの並板だったら、1枚あたり1000円ちょっとだったので、これで行ってみようということになりました。もしもう少し目立つような人の目につくような場所でしたら、おそらくカーポートの上部などに使われる、直線のポリカ板を使っていたかもしれません。倍以上の価格にはなってきます。今回は、こちらの目立たない方ですので、施工もしやすいポリカ並板を選択してみました。下から見た感じはこんな感じで、
バッチリ光が差し込みます。この透明感も度合いがありまして、白っぽいものやあんまり奥が透けて見えないようなタイプなどあります。私の場合は向こうが透けるぐらい一番クリアなタイプにしました。無事設置することができました。完成した屋根をご覧ください。ここまでご覧いただき誠にありがとうございました。ここで一つご報告なのですが、このシリーズものの DIY は2週に1回のペースにすることにします。準備期間が短く、いつもいっぱいいっぱいですので、じっくり作り込んだ動画にしたいという思いからです。それ以外の週は初心者の方向けの DIY のご紹介など、庭カフェオーナーの視点からお役に立てる情報を発信していきたいと考えています。今後とも田舎カフェのじっくり庭作りをどうぞよろしくお願いいたします。